もないかと不安で I just want you to stay。 この頃慣れてきたよその無口な態度に、oh、 そろそろ分かるよ使う日につぶやくの、oh、 私が言って当たり前で君らしいんだだけど stay 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 with me。Never tell me where, never tell me what's the reason. When you're gone, I can tell it, my heart's in the beating. Sometimes I can't think it, just say you, tell a little prayer. So stay, I know you gotta be tired. When the night gets dark, let me be your boy. In the world full of lies, my little sees you. Here's a little, we'll be to you. 切なく流れるメロディリメリーです。よろしくお願いいたします。はい、リメリーのリーダーをしておりますコノと申します。よろしくお願いいたします。コノ。はい、リメリーの最年少14歳165センチのアヤです。よろしくお願いいたします。アヤ。はい、リメリーの唯一高知県出身天才的なポンコツのミヨンです。よろしくお願いします。ミヨン、ありがとうございます。はい、リメリーの MC 担当17歳ティナです。よろしくお願いいたします。ティナ。さあ、ちょっとしっとりリメリー、しっとりリメリー、はい、始まりましたけど、はい、皆さん、ワドリリースライブ再び楽しんでいただけてますでしょうか。イエーイ。配信の方も、配信の方も楽しんでますか。ショールームなのでね、まあ、リメリーのこと初めて見たよって方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、今日もね、久々にリメリーに会いに来たよって方たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、改めてね、まあ、自己紹介というかリメリーのグループ紹介というかさせていただきますと、はい、私たちリメリーは愛媛県で、ダンスボーカルユニットとして派生いたしまして、アーティストグループ、はい、ダンスボーカルユニットのアーティストグループとして派生いたしまして、今ね、愛媛県だけではなく中国地方とかいろんなところに足を運んで、たくさん活動させていただいてるんですけど、ご覧ください、後ろ
ポーストポーストごきげんよう、皆さん何が変わったか分かりますか。そう、実はですね、以前からポスター、リメリーゲームのポスターできてたと思うんですけど、はい、何か変わったとこ分かります。分かりますか。ちょっとで変わったんですよ。そうですよ、遠くから皆さん見えますか、そっちから。え、どこ。みんなその土足元気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 。分かった。サニエルって書いてる。こちらですね、私たちリメリーがですね、あの愛媛県の大型遊戯施設キスケさんとのコラボでさせていただいている YouTube チャンネル、リメリーゲームっていうんですけど、はいはい、まあ、ただいまですね、このミッションに挑戦をしておりまして、はい、このミッションに達成するとキスケさんのメインアンバサダーに就任できるってことなんですけど、こちらに書いてある通り2021年2月27日サタデー13時からオンラインステージリメリーゲームザ・リアル。怖い。おいおいじゃないよ。おい、リアルなんだよ。そうなの、リアルなんだ。今までですね、YouTube チャンネルで画面越しでやってたと思うんです、はい、また画面越しなんですけど、はい、なんとですね、いよいよこのリメリーゲームが最終ゲームを迎えます。長かったね。これもね、皆さんが支えてくださったおかげでやっとここまで来れたから、去年の4月から始まって、まあ、1000人のチャンネル登録者数、フォロワー数とかかなりこう全くね、無名な出来たてほやほやの私たちからしたらかなり高いハードルを与えられて、すごいね、ヒヤヒヤした半年間だったと思うんですけど、本当に皆さんのご協力のおかげでいよいよ最終ゲームを迎えることができます。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ただ、ただですよ、はい、ただこのラストゲームってことはまだ何かしらあるんですよ。そうだよね。これにクリアできないとあれよ、メインアンバサダーになれない。みんなの応援してくれた時間を無駄にはできないから。そうなんです、絶対成功しなきゃ。本当になれんかったら謝罪会見します。しよう。スーツ、黒スーツ着て白背景で、うん、しよう、正座してしよう、申し訳ございません。しよう、もう今日来てくださってるあのカメラ持ってる人たちはフラッシュ焚いてもらって。あ、いいね。演出会。いやいや、成功することで笑顔。そうそうそう、失敗出演者って考えないで、はい、まあ、このね、リメリーゲーム、はい、ラストゲーム迎えるんですけど、今5つのミッションが出されておりまして、はい、その1つが先ほど歌いましたこのステイという曲、はい、ブラックピンクさんのステイという曲のカバー動画1万回再生、1万回再生。ブラックピンクさん、同じくブラックピンクさんの How You Like That という曲のダンスカバーをの動画1万回再生。そして、このリメリーゲームザ・リアルっていうのは有料で行うんですけど、そのチケットの購入者動員数が100人以上。100人以上、はいはい、これよこれよこれよ、視聴者数だもんね、これね。そうなんですよ、100人のね。そしてまた追加されたのが、 そして、4つ目がツイッターのフォロワー数、リメリーゲームツイッターのフォロワー数1010人。1010人、どっから出てきたねん。そして5つ目最後がね、YouTube のチャンネル登録者数1010人。この10人もどこからや。ちなみにあのファザファーストアワーの方も1000回。あ、そう、あの今ですね、公開されているザファーストアワーっていう企画の動画も1000回再生されるとプラスポイントになるんですよ、加点。あと今5個出てるんだよね、動画。そう、5個で、昨日合わせて5個出て、で、そう、3つが3つ達成したの、達成しています。ありがとうございます。ありがとうございます。神。でもその前にチャンネル登録者数とかフォロワー数とか。そうだね。で、私たちリメリーで2021年の目標立ててたんですよ、はい、ライブの動員数50人っていう、はい、そうだね。そう、こういう友人もそうだし、うん、配信もね、うん、でもそれを軽々と超えていく100人で100人を出されてしまったので、これ達成したらこっしゃね。今年始まったばかりや、まあ、もちろんここに来ていただいている皆さんはチケットをご購入いただいてると思うんですけども、ぜひね、お知り合いだったりとかにも広めていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあね、ちょっと長くなりましたけど、お堅い話は置いといて、はい、今日はね、窓リリースライブ再びということなので、皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。いってらっしゃい。Pink in your area.
The calm calm money goes and shine like the stars. Give me so the dream, I'll kiss you goodbye. 시간비우사랑걸주니까이제너희하나둘셋 How you like that?ご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。配信を見てる人もぜひお願いします。お願いします。いや今日はね、でもかおちゃんのリリースイベントといい、ね、コロナの中だけどこうやってね、そうなんですよ。本当に皆さんお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。今日はですね、まあ、窓の CD の販売はもちろんなんですけど、はい、まあ、各タレントの CD もね、今日はもういっぱい販売しようとそれ持ってきたんですけど、はい、リメリーの CD ももちろん持ってきました、はい、で、なんとこのリメリーの CD にも限定プロマイドが付きます。実はしかも4人のサイン入りです。お実はたくさん、今日さん大好き書いた、うん、あの写真がね、うん、あのもう最新すぎて、そうめっちゃかっこいい、あの一番新しい写真をね、そうそうだね、写真をでしたね。みーは頭ファイヤーファイヤーしてたなって。え、なになに、赤髪、赤髪、あー、ファイヤーファイヤーね。いやー、やっぱ髪の毛の色のね、趣味というかその時の好みがね、1週間くらいで変われるんでね。確かにね、その時その時の写真はもっとその時しかないんで、今日の写真も赤髪、もしかしたら二度と来ないかもしれないんで、ぜひゲットしてください。なんでそんな自分だけプレミアの感出してる。いや、全員プレミアだから。なんかあったけど、あるから、ちゃんと。え、でも場所とか当ててほしいよね。自分のことしか見てないんですよ、ほらこうやってね。背景さ、くり抜け、抜かれてたよね。くり抜かれてない。お、うん。じゃあ、もしかしたら愛媛の人ならわかるかもしれないね。あ、場所が、そう、もしかしたらね。まあ、それは買ってからも楽しみです。そう、どこでしょうか、はい、ぜひぜひ皆さんご覧ください。はい、はい、ということでね、まず続いて、うん、あのお送りする曲はですね、はい、私たちのオリジナル曲、2曲目のオリジナル曲なんですけど、最高にハイになって、今日くらいは弾けてもいいんじゃない、今日くらいはね、いつも考えてる悩みとか、全部捨て去って、すごいね、もう最高に入って楽しみましょうというような曲となっております。ちなみにこちらの曲もですね、キスケさんをちょっとイメージした曲になっているんですよ、はい、ミラーボールだったりとか、すごくね、楽しい曲となっておりますので、楽しんでいただけたらと思います。それでは続いての曲いきましょう、はい、最高にハイになって盛り上がりましょう、アウェイチットタイム。Bye.
ボディーさも聞こえる繰り返しの毎日飽きてる SNS をチェックしてあのイノイズミュートして限られてる時間を無駄にして言い訳だけ上手くなってきてブレイキアウト垂れてる知り合い切られされないナンセンストーキーおしゃべりばかりでコンペテにて軽すぎストライテク重すぎセルフシャリ中傷がない許して言い訳泣いて知ってたけどなかなか変わらなくて見つけた瞬間聞こえた何かが弾けた音運命なんて知らないずっと探していたの自分だけのもの今夢通りの夢のことわらしくりあようやくわかった好き分だくりにあってダーチレンズ磨いて心込みで取り残される前に透明な手に巻いた電車も何かと戦ってる透明にし透明にレベルってしまう残ってやる長腕も書いてほんの少しずつでも確実に前に進めてば進めてば足を止める狙い待っていても見つけた瞬間聞こえた何かが弾けた音運命なんて知らないずっと探していたの自分だけのもの今まで取り合いここにあるデビュー曲リメディをお届けです、はい、結構ねあなたの記憶に残りますように、はい、リメディって勘違いしてる方いらっしゃると思うんですよリメディだけたまに書かれてるよね実はリメディだけなんですよなんかブログとか書いていただいたりするときに、うんうん、リメディさんのオリジナル曲あなたの記憶に残りますようにって書かれた違う違うそれそうなんですリメディなので、はい、皆さんぜひ覚えていただけたらと思います、はい、ちょっと一回言ってもいい何3人一気に忘れるなんてことあるえ心震えるよごめんなさいごめんなさいあ、そうなの、うん、あ、そうなんだ変えろ変えろ私さ、びっくりちょちょちょ待て待て待て戻れ戻れ戻れだって緊張した、うん、緊張したあのね、今日いっぱいおって緊張した聞いてください、今日ね
初めて振りが変わったんです。ちょっとそう皆さん気づきました？本当に若干ね、そういろいろね、若干ちょこ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 変わったんですよ、うん、でお客さんもたくさんおって緊張したの。で配信もあって、聞いてない聞いてない、左に行かなきゃと思って左に歩こうと思ったら、すっかり忘れてた歌の子。ちょっと今日これ大事な日よ、アナさん。もう一回やりたいな。もう一回やらせてくれるかどうかは、あのお客さんの心と、まあ社長のタイミング次第かな。社長の気持ち。で今日してしまった。まああのもう一度やりたいそうなので、はい、皆さんお願いいたします。何かとは言えません。何かとは言えませんけど。そういうのは良くないと思うよ。はい。はい、最後の曲はですね、リメリーのデビュー曲、はい、リマインドメモリー、あなたの記憶に残りますよね、リメリーという曲をお届けしました。リメリーという曲をお届けしました、はい、この曲はですね、はい、まあ、あの1番の方では結構その毎日の繰り返される毎日に飽きてて、まあ、叱られたりとかいっぱいいろんな悩みがあるけど、もうそんなんでやっぱどうでもいいなっていう、もう何も感じずに生きてた一人の主人公が徐々に徐々に自分の生き方を見つけていって、もう迷わないと、まっすぐ道を歩くと、決心していくというような曲になっております。とても素敵な曲です。もうまるでリメリーのような曲です。そうですね、みんながみんなバラバラだったからね、最初は、うん、心にぐさっときましたよ。最初はみんなバラバラで、今は一つの道をね、このメインアンバサダー就任っていう目標を一つに、もう一つの道を歩んでおりますので、ぜひね CD 買って応援していただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はですね、本当に長い時間ありがとうございました、はい、以上、リマイアメモリー、あなたの記憶に残りますように、リメリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、皆さんありがとうございます。ぜひ特別な今日の CD 購入してください。